もともと中学の時にサッカー部入ってたんですけど、うん、その時にめちゃくちゃリフティング上手い友達いまして、うん、これなんだって思って、うん、でそいつに憧れてリフティング練習し始めて、うん、でそこからもっとすごい技ないかなって自分で持ってたノートパソコンでリフティング動画検索してしたらフリースタイルフットボールっていうのに出会いましたね。今大学院に通ってます。専攻はあの物理電子システム創造専攻というところに所属してましてアトムフォトニクスとかナノフォトニクスとかやってます。フリースタイルフットボールの魅力は、まあ、サッカーが得点するのに対して、まあ、得点するんじゃなくて人の感性とかそういうところに訴えかけていくところがやっぱ魅力かなって思ってます。国外だとスポーツの面を極めるっていう色が強くて逆に国内だと、まあ、どっちかっていうと僕の印象ではアートの面を極めるっていう部分がやっぱ濃いかなって思っててで僕はやっぱその両方を実現したいなって思ってます。欲張りなところ自分やっぱあるなっていつも思っててでそういうところがやっぱ自分のスタイルにも出てそういう性格がその自分がいろいろな技できるようにしたのかなっていうふうにも思ってます。大学当初もっと言うと高校の頃から世界を見てそのスタイルを地道に作ってきたっていうのはあるので、まあ、今、まあ、より、まあ、その実感が湧いてきてるのはありますけど世界大会勝てる？勝てます。